一本行け勝てるぞ一本踏ん張るダニー幕の内日本フェザー級タイトルマッチもいよいよ大詰めか。激闘の果てに勝利の女神はどちらに微笑むのか。王者のプレッシャーがかかる。幕の内後がない。幕の内全部シロールの体勢だ。医者の跡取り息子だ。藤井さんが言ってました。珍しいやつだな。真田総合病院って大病院ですよ。大病院？そういえば富子が言ってたことがあったな。病院の一人息子でハンサムでボクシングやってるやつがいるって。看護婦の間でもかなり話題らしいっすよ。病院の一人息子でハンサムでボクサーっつうとモテモテだな。モテモテっすね。トミコは気にならないって言ってましたけどね。まあトミコはいいとして、トミコは置いといて。なぜ看護婦の間でも話題となると当然、うん、クミちゃんの耳にも入ってるはずですよね。看護婦のアイドル対一歩か。
さて、クミちゃんはどっちの応援をするのやら。安心しろって、お前のこと応援してくれるよ。ただし、負けた時は保証しねえよ。無様に負けてみろ。ベルトと女、大切なものを一度に二つ失うかもしれねえな。そんな、でもベルトを失ってのは道理ですけど、クミさんは僕の彼女でもないわけで、失うとかそんな、ない。まだそんなこと言ってんのか、この野郎。お前のそのうじうじしたところが前から気に入らなかったんだ。好きなら好きで発見しやがれ。嫌いじゃないですけど。嫌いじゃないんだ。じゃあ好きでもないんだな。いや、どちらかといえばですね。ああ、どううじうじしやがって。お前の気持ちなんざみんな分かってんだよ。くっつきそうでくっつかないラブコメ野郎にうんざりしてんだよ。いえ、一枚クミちゃんに好きだってよ。真田に取られてもいいのか。なんで真田さんが出てくるんですか。まあ確かに強引ではあるが、高村さんにも一理ある。え、お前は今や日本チャンピオンだ。どこへ出ても一人前の男として胸を張れる。とりあえずいい頃合いじゃねえのか。頃合い、告白のな。でも僕は試合を控えてる身だし。チャンピオンでいるうちはいつだって試合は控えてんだぞ。それにベルト奪われてからじゃカッコつかねえだろうが。告白、告白。しかしですね、あのですね、ゆれって俺様が電話かけてやる。待ってください。誰か止めてく。ホックラグ、ホックラグ。ダメだ、電話持ってきたよ。面白半分で盛り上がった。この人たちを止める術はない。さあ、そう。わかりました。その代わり条件があります。よっ。何、3対1の腕相撲対決だってよ。俺様が入るとさすがにハンデありすぎなんでな。青木、木村、それと後藤だ。よし、勝ちさえすれば OK だ。生地腕力に自信があるから腕相撲なんて言い出したんだろうが、一歩は知らねえ。バイトのお金持ちで鍛えた青木の怪力よ。まずは俺からだぜ。よろしくお願いします。なんて腕してやがる。まあいい、青木につなぐまで粘ってやる。もし告白なんかして久美さんにその気がなかったら、考えただけでもゾッとする。今のままでいいんだ。お互い力抜いて、よし、このままレディーゴー。想像以上に強いぞ、あいつ。任しとけ。かまん。さあだ、これは強敵だぞ。負けるわけにはいかない。絶対負けられない。速攻ぶちかますぜ。レディーゴー。うわー、はあ、肩外れてんぞ。なんつー馬力、幕の内先輩っす。二人目、気がけなかった。こいつは誤算だ。次の人。ダメだ、後藤じゃ勝てない。次の人、どうぞ。よろしく。話が違うじゃないですか。後藤は鼻血が出てリタイアだ。まあ、力不足かもしれんが、よろしく頼むわ。そんなバカな。おお、高村さんか。ご覧見物だ。え、どっちが強いんだ。はい、し、一口1000円からな。高村さんに2000円、幕内さんに1000円。俺高村さん2000円。商売が成り立つほど盛り上がってる。この状況じゃ逃げられない。でも相手は高村さんだ。どうした。理不尽すぎるよ。さあ、なんですかその顔は。そんなに楽しいですか。そんなに人を陥れることが、そんなに。だんだん腹が立ってきた。ん、早くやろうよ。早く。負けて黙るか。はい、二
二人とも力を抜いて。レディーゴー。動かねえ。びっくりともしねえ。どうなるんだこれ。こいつマジで強え。よ、緩めると一気に持ってかれそうだ。高村さんか。諦めるもんか。何、まだまだ。おめごとへし折ってやる。負けて止まるか。机が壊れた。勝負は。俺様の勝ちだな。正義が負けた。